で今回お伺いするのは木敷の里あっちだそうです京都府南丹市八木町諸畑地区美しく整えられた田んぼが春の気配に満ちていますここは生涯木敷という苦行を続け仙台の仏像を作るという志を立てた木敷商人が ちょうど 1, 体目の仏様を掘り上げたとされる地そんな「木敷の里で」で農事組合法人として平成21年に設立されたのが「木敷の里」「どこも一緒ですけども高齢化が進んでいます」で。やっぱりその 農業をできない状況というのが出てきますからそういった農地をしっかり守っていくうんそのためにはやっぱりこういった法人を立ち上げて守っていく必要が一番いいという考え方でまあこの法人というのは出来上がっていますね本当見渡す限りきれいな田んぼが広がってますけれど、はい、なんかどれも荒れた田んぼがないですねこの集落全体でね あの48のの法人の会員みんなここの,の農家の皆さんですけどもまあ、その農家のほとんどがですねまあ,あの兼業の業農家もう農家の人がですね、えー、何かの事情でもう工作ができなくなったそういった時には調整をしてですね受け手がない時には法人が受けるというような仕組みになってまして、えー、必ず 不幸地は出さないような管理をするとそう思って農家の人も思っていただければ私もねやってる値打ちがあるわけですね。うん、おかげさまでというんでしょうか21年に立ち上げて以来ですね1年目はですね機械の設備同士などもありましてちょっと大変だったんですけども以降はですねおかげさまで赤字も出さずにですね 運営,して運営を続けさせていただいていますそれはもちろんあの会員さん48名の,あの理解がないとねもちろんできれませんし作業をしてくれるう若いオペレーターという人でまあ軽作業も請け負ってくれるう女性のねえ作業部会こういった人たちがまあいてくれましてその人たちが作業を をやってくれるわけですね地域のコミュニティもすごいいいことですよねそうですね、うん、ここ諸畑は以前から集団添削に取り組むなどもともと地域のつながりが強い土地柄それは昔からこの地域の人々が苦しんできたある共通の問題があったからでした 昔はこの辺りの土地ってどんな感じやったんですかこの今ある川がね 3m ーーか 4m ーーもっと高かったんですわ、はい、いわゆる天井川ということでずーっとこのマングルリ川が通っとったんですわ、はい、で大雨が降ったらこうずーっとこの田んぼが全部水没してしまうということで今できておるように補助整備というのをやるのにこの堤防の土を全部この 土地の下に敷いてしまって田んぼを少し上げたんです川はだいぶ底になってね,ね今流れてるんですけど、えー、当時川どれくらいやったんですか当時はもうこれ2メーターか3メーターほどまだ高かったんですえそんなにですかこの道よりも高かったんですあここよりも高かったどれぐらいかかったんですかそれは年数はね補助整備を始めてからもう20年近くかかってますわ20年も20年わぁすごい20年近く、うん できた時皆さん反応とかってどうやったんですかみんな喜んでね、うん、ずっとこう綺麗な田んぼになったしね農作業もしやすくなったしね水害の心配がまず第一なくなったんです、うん、いや本当人々の悲願を叶えたって感じですねそう,そうなんですあそこに立っとるのが補助備整備と同時にできたヤギのバイオエコロジーセンター結構大きいですね大きい建物です南端市バイオマスタウン構想 家畜の糞尿や食品工場の残渣をメタン発酵させ、堆肥や液肥として利用する。バイオエコロジーセンターを中心に環境にやさしいまちづくりを目指すというもの。エコファーマーの認証を受け、環境にやさしい農業を目指す。木次の里諸畑の拠点がこのセンターというわけです。 こちらはどれくらいまでのこの糞尿が集まるんですか、えっと、基本的にはこの八木町内からののかららのの牧場糞尿になります<ー>、えー、乳牛の糞尿は基本的に液状ですので、えー、この施設ではメタン発酵というシステ,あのシステムでですね、えー、処理をしておりますで肉牛の場合はちょっと固形になってしまいますのでそれは直接堆肥化というあの方法で処理をしております あの乳牛の場合はメタン発酵を行いますので当然メタンガスが発生してメタンガスを燃料にしてこの施設では発電をしております。お自家発電ですか。はいそうです。この施設で受け入れた家畜の糞尿はえっと肥料とそれから水と電気にすべて変えております。まあこういった施設があるから化学肥料とかを使わずお米を作れるんですよね。そうです。ちょうど6年前に補助整備の完成と合わせて私たち法人ではもうすべて液肥 堆肥を使って環境に優しい農業をやっていこうとまあいうことで現代も取り組んでる最中でございますでもやっぱ化学費を使わないっていうのは難しかったりするんじゃないですか難し,難しいし修了的にも多少問題あるんですけどもやはり環境問題がまず第一やということで今も現代もそういうことでやってます補助整備のおかげで機械も大規模になりました自慢の農業機械はコンピュータ制御若手のオペレーター部隊が田起こし 田植え収穫などを引き受けますこちらの法人のメンバー皆さんとってもチームワーク良さそうですねそうですねあの私は戻れませんからここの使うことによって農業を引き継いでいく若い人たち一応育てていこうというふって。だんだんお年寄りで農業をつないでいく人がなくなっ,なくなっていきますんでね。

さあ改めて法人の皆様に集まっていただきましたが松本さんみんなとやっぱり力合わせて頑張っていかないとダメですねそうですね今年の春の作業が始まりました法人みんな力合わせて頑張っていきましょうねでは皆さん力合わせて頑張ってくださいおお頑張りましょうもっと目次尻さんみたいにもっと笑顔でおーおーもっと笑ってくださいよ笑ってない笑ってない